マイタウン市川。今回の特集は市民の安全を守る青色防犯パトロールをお送りします。ぜひご覧ください。それではウィークリーヘッドラインのコーナーからいきましょう。8日、曽谷貝塚で毎年恒例の曽谷縄文祭りが開催され、多くの人が訪れました。曽谷貝塚は今からおよそ4000年前から3000年前に、海の幸に恵まれた縄文人たちが生活していたといわれる村の跡で、日本でも有数の規模を誇る貝塚です。この祭りは曽谷地区の自治会が中心となり、曽谷貝塚を多くの人に知ってもらおうと開催されていて、今年で23回目を迎えました。会場ではさまざまなイベントが実施され、考古博物館の学芸員による曽谷貝塚から出土した土器などの説明も行われました。紙粘土を使ったミニチュア土器の作成や火起こし体験では、楽しみながら縄文時代の生活を学ぶことができました。また今年は曽谷春日神社の子供神輿の渡御が行われ、神主による御霊入れ神事の後、元気な掛け声とともに子供神輿が会場を練り歩きました。わっしょいわっしょいわっしょい。その他、毎年恒例となっている一度で切った皮の長さを競う梨の皮むきコンテストも行われ、今年の優勝者は子供の部は85センチ、大人の部は141センチという好記録が出て会場を盛り上げました。こんにちは、井上沙織です。皆さんは街中で青い回転灯をつけた車を見かけたことはありませんか？それは青色防犯パトロールの車両。地域の安心安全のために自治会や住民の皆さんが巡回指導を行っています。今回は青色防犯パトロールを中心に市川市で行われている防犯活動についてご紹介します。現在市川市内の犯罪件数は減少傾向にありますが、私たちの周りには未だに多くの犯罪が潜んでいます。被害に遭わないためには、日頃から防犯への意識を高めておくことが重要です。犯罪の発生を未然に防ぐため、市では市川ボランティアパトロール、自主防犯活動支援、青色防犯パトロールなど、さまざまな取り組みが行われています。市川ボランティアパトロールは、散歩や買い物などのちょっとした外出の際にオレンジ色の帽子をかぶって地域をパトロールするボランティア活動です。登録者には市から帽子とバッジが提供されます。また市では5人以上で構成され、月1回以上自主的に防犯活動を行っている団体に対して、帽子やベスト、赤色停止棒、のぼり旗などを提供しています。そして青色回転灯を装備した自動車で巡回パトロールを行うのが青色防犯パトロールです。通常一般車両に回転灯を装備することは法律で禁止されていますが、平成16年度より警察から証明書を受けた団体は、防犯パトロールに利用する車両に青色回転灯を装備することが認められています。それでは青色防犯パトロールについて、市民安全課の根本里奈さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
青色防犯パトロールの目的についてまずは教えてください。はい、青色防犯パトロールは一つは住民の皆さんに安心感を与えること、二つ目は、地域の方々に防犯意識を向上させていただくこと、三つ目は、犯罪を犯そうと考えている人たちへ、防犯パトロールをしているというアピールをすることによって犯罪抑止効果を狙うものになります。大きく市の職員によるパトロールと、あと地域の団体さんや、企業様のパトロールを支援する事業があります。市によるパトロールは平成18年より市の職員と小中学校の教職員による防犯パトロールが行われております。地域の団体や企業によるパトロールの支援につきましては、パトロールに必要な物品の貸与、また講習会の開催、もう一つは車両の登録手続きの補助を行っております。警察の講習会を受講された団体の方々にはこうした、千葉県警本部から発行されます実施者証を、お渡ししております。一般の方がパトロールするということですよね。はい、その際に危険はないんですか？そうですね、地域の方々にもお願いしているんですけれども、不審者や、犯罪を犯しそうな方を見つけた際には速やかに警察の方に110番通報をしていただくようお願いしております。それは、あくまでも青色防犯パトロールが地域の見守り活動を目的としているからになっております。また、ひったくりの発生が増加する18時以降の時間帯については、委託業務による夜間のパトロールが実施されています。歩行者、自転車の飛び出しには気をつけて、パトロールしてください。よろしくお願いします。現在、空き巣の被害が多発しています。お出かけの際は戸締まりを確実に行いましょう。9月28日、市川小学校くらいで新たに結成された市川小学校区青パト隊の結成式が行われました。1、毎週金曜日午後2時半から3時半の間にパトロールをします。青色防犯パトロールを実施する民間団体は年々増えていて、平成18年度はおよそ10団体ほどでしたが、今年度は38団体に上っています。学校と PTA と地域町自治会が一体となって防犯のやっぱ意識を盛り上げていこうと、そういうことで今回は3町会合同で青パト隊を結成するということになりました。今週1回なんですけれども、週2回3回とできるように組織を発展させたいというふうに思っております。地域の方々がですね、学校に安心安全な学校づくりに協力していただけるということで本当にありがたいと思っています。それでは大須地区で長年青色防犯パトロールの活動を続けている大須自治会の飯島さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。飯島さんはどうしてこの活動を始められたんですか？はい、もうずいぶん前になりますけれども、平成20年から当時の大須省の校長先生、鈴木校長先生の方から朝の交通整理はしてるんですけれども、下校時も何とかお願いできないだろうかという依頼がありまして、じゃあ、子どもたちのためならお手伝いしましょうということで始めました。それをきっかけに、例えば始業式の時に交通安全について、全校生徒の前で交通安全の お話をしてくださいとかして、子どもたちとは顔見知りに、さらに顔見知りになっている。お子さんの存在がパトロールの活動につながっていると。最初はそうですね、子どもの安全ということですね。飯島さんをはじめ、さまざまな人たちの活動により
市川市内の犯罪件数は減少しています。しかし被害が増加傾向にあるのが空き巣と電話で詐欺です。対応策について行徳警察署生活安全課長の藤田和志さんに話を聞きました。私どもの方で常々申し上げているのは、まず短時間の外出であっても必ずドアや窓に施錠をして出かけていただくということが一つです。あともう一つは補助錠と透明なフィルム、これはクレセント錠の近くに貼るものなんですけども、この2つをお勧めしております。それにプラスですけども、雨戸ですね、雨戸を開けると必ず音がしますので、やっぱりご近所の方にこれは何だろうっていうようなことで、警戒心を与えるっていうようなことで、犯人に断念させるという効果もございます。まず犯人グループは皆さんのところに電話をかけてくると思います。それは警察官であったり銀行員を名乗るものであったり、はたまたデパートの店員を名乗るものだったり、いろんな職業を名乗って皆さんのところにお電話してくると思います。皆さんはそこで慌てず落ち着いていただいて、まずは一回電話を切っていただいて、その人が本当の警察官なのか、または銀行員の方なのか、これをまず落ち着いて確認していただく作業が一番重要だと思います。もしご自分で確認が難しいということであれば、一番いいのは警察の方にご相談されるのが一番ベストだというふうに考えております。市川市では防犯パトロールをはじめ、振り込め詐欺などを含む電話で詐欺の注意を促す電話機用ポップアップを市民安全課または行徳支所総務課で配布するなど、防犯意識の啓発に努めております。しかし一番大切なことは、皆さん一人一人が日頃から防犯対策を意識し実践することになります。皆さんで犯罪に強い街市川を作りましょう。10月29日日曜日、歴史博物館で速報展関連講演会、後ろ通り遺跡と古代中世の市川を開催します。外郭環状道路工事に伴う発掘調査で明らかになった諏訪田の後ろ通り遺跡は、縄文時代から江戸時代までの市川を考える上で大きな意味を持っています。今回は奈良時代から室町時代までに焦点を当て、古代から中世へ変貌する市川をテーマに講演を行います。時間は午後1時30分から4時まで、定員は当日先着70人となっています。11月、市内の漁師が水揚げした新鮮なスズキとホンビノス貝を使ったグルメフェアを市内の飲食店で開催します。開催日程は寿司フェアが11月1日から3日まで、洋食フェアが11月10日と11日です。参加店舗は公共施設などで配布されているチラシ、または市公式ウェブサイトに掲載されていますのでご覧ください。バラエティ豊かなメニューで市川の海の幸をぜひご賞味ください。次回の放送予定です。10月21日からのマイタウン市川の特集はファミリーサポートセンターです。ぜひご覧ください。